こんばんは。はい、こんばん。あれ、ベタベタするな。こんばんは。こんばんは。早くから来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。早速プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。アイテムありがとうございます。こんばんは。はやとさんありがとうございます。でさんありがとうございます。こはくさん、あ、皆さんありがとうございます。気合がすごいね。ありがとうございます。こんばんは。はい、私は今日終業式でしたね。最後でした。もう早いなってね思いました。はい、こんばんは。ありがとうございます。徳明さんありがとうございます。こんばんは。やるけいさんありがとうございます。はい、お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。一学期お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。成績表返ってきました。悪くはなかったです。なんて言うんだろう、10段階、1から10あって、あんまりなんか私すごい言い過ぎちゃう人だから、なんかね、テストの順位とかもすごい10段階あってね、全部5以上でした。なので悪くはないです。はい、そう、なんか3学期は5段階になって、でも1、2学期は10段階らしいですね。すごいシステム。はい、ありがとうございます。悪くはなかったのでよかったなって思います。はい、はい、ラジオの方、ラジオ、ラジオの方聞いてくださってありがとうございます。関東ローカルだったんで、見えなかった方もいらっしゃると思います。私もそうです。見れなかったので、はい、多分なんて言うんだろうな、そう、聞きました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ラジコで、はい、聞きました。ありがとうございます。聞いてくださった方ありがとうございます。お昼だったのでね、ちょっとそう、いろいろご都合もあったと思いますが、ね、あ、伊藤さんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。そう、なんか20秒バージョン、ね、流していただいた。この前は60秒でしたね。はい、はい、よし。あれ、よいしょ。はい、犬くんさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、聞いてくださってありがとうございます。今日はそう、短いバージョンでしたね。はい、聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。今日はめちゃくちゃ電波悪いですか。いいですか、よく止まります。大丈夫ですか。大城さんありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。はい、はい、では歌っていこうと思います。大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、
とうございました。ありがとうございました。オリジナル曲自分次第でした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかボーナスタイムで、ありがとうございます、ありがとうございます。はいね、よし、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。伊沢さん、ありがとうございます。エナジードリンクなんかでね、伊沢さん書いてくださってましたよね。ちょっとバレてちゃって、ありがとうございます。テッキーさん、ありがとうございます。はい、皆さんお時間作ってくださってありがとうございます。今日もまたしていただきます。よろしくお願いします。イベントの方参加させていただきます、浅田さん参加させていただいております。な、初1位目指して頑張りたいなと思っておりますので、よかったら応援していただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。全然大丈夫です。ありがとうございます。少しでもね、嬉しいです。本当にありがとうございます。はい、なかなかさん、ありがとうございます。いつも聞いてる事務所で元気出るね。ありがとうございます。明日がなんかボーナスというか、なんか倍率が高くなるみたいです。なってますかね。伊沢さん書いてくださってありがとうございます。なってますかね。直樹さん、ありがとうございます。倍率があるそうです。明日がチャンス、明日が、あ、私がアイテムを使えば、あ、ちょっとまた確認しますね。ありがとうございます。すみません、確認できてなくて。教えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また確認しますね。ツイッターの方、ありがとうございます。ツイッターの方でまた確認します。ありがとうございます。すみません、確認できなくて。すみません、ありがとうございます。はい、エナジードリンクですね。わかりました。OK、 ありがとうございます。教えてくださってありがとうございます。はい、ひなくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。 OK です。また確認させていただきますね。ありがとうございます、教えてくださって。はい、では今日も歌わせていただこうと思います。バングさん、ありがとうございます。ありがとうございます。椿さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。まずお時間作ってくださってありがとうございます。もひなさん、ありがとうございます。京心さん、ありがとうございます。京心さんにリクエストありがとうございます。なんちゃんさん、ありがとうございます。みなさん、ありがとうございます。ステーキ、ありがとうございます。ありがとうございます。3位まで早い、ありがとうございます。なんかね、よいしょ、はい、よいしょ、はい、かゆさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ではリクエスト、受付というかお答えさせていこう、歌っていこうと思います。はい、
ありがとうございます。ベストフレンドいいですね。お世話ありがとうございます。はいはい、ウィンディングロードとかありましたよね。ウィンディングロード、ワインディング道路だ。いいですね。ハモリがあるとより、はい、優しさに包まれたならいいですね。言葉にできない、ラララララ言葉にできない、ね、はい、今日は昨日会させていただいた確かなことから出していただこうと思います。クエストありがとうございます。うん、で前半ね、ありがとうございます。悪い中見てくださってありがとうございます。はい、10月無口な君忘れる、懐かしい曲も最近の曲も出していただこうと思います。はい、このカバーさせていただいた動画見てくださってありがとうございます。コメントもありがとうございます。たくさんありがとうございます。では小田和正さんの確かなこと歌わせていただきます。雨上がりの空を見ていた、通り過ぎてゆく人の中で、悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないんだろう。時を超えて君を愛せるか、本当に君を守れるか。空を見て考えてた、君のために今何ができるか。忘れ言葉
はい、小田和正さんの確かなことでした。ありがとうございました。CM でも私初めて聞いたんですけど、 CM で聞いたことあるなっていう、多分結構耳にしたことがあると思うんですが、すごく歌詞が素敵ですよね。ね、メロディーもすごくどの部分とっても素敵ですし、すごく歌詞がね素敵だなって思います。CM でね、結構すごく幅広い年代知れてる曲だなって思います。はい、ありがとうございました。いい曲ですね。ありがとうございます。リクエストくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、しんさんお久しぶりです。久しぶりです、ありがとうございます。こんばんは。匿名さんありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。おはい、ありがとうございます。皆さんたくさんプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、みなさんありがとうございます。6月5日のバチの本見てくださってありがとうございます。あげさせていただいた、はい、昔のね曲、夏メロっていうか昔の曲ね、懐かしいというか、すごく最近歌うの好きなんですよね。はい、ありがとうございます。お仕事お疲れ様です。はい、では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 、どうしようかな。理解してたくさんありがとうございます。はい、素敵な曲が本当ねたくさん、知らない曲もまだまだたくさん。匿名さんありがとうございます。ベストフレンドですね。さっき最近の曲だとですね、確実か、10月無口な君を忘れるとか、10月無口な君を忘れる曲いけるかな、いいですよね。10代の中で一番新しい、最近は確かなことと新しいの、新しいのあれかな。うわ、さ、最近しっかり覚えたのが先ほど歌わせていただいたですね、確かなことですね。はい、そう言われてみたらね、たくさんね歌わせていただいてるから、聞いてくださってありがとうございます。はい、匿名さんたくさんありがとうございます。水族館の方のイベントありがとうございます。あ、なんか急に止まっちゃった。あ、OK、 アクアシーさんありがとうございます。たくさんありがとうございます。先ほど池田さんたくさんありがとうございました。ありがとうございます。皆さん本当たくさんありがとうございます。ではじゃあ、あたらよさんの10月無口な君を忘れるセリフ付きで歌わせていただこうと思います。はい、いけるかな、いけるかな。ちょっとコードは YouTube の方がいいかな、難しいから少々お待ちくださいね。はい、お待たせしました。ではタレオさんの10月無口な君を忘れるとさせていただきます。いきます。おはよう、朝だよ、朝だよって、朝っていうかもう昼だけど、私もう時間だから行くね、今までありがとう、バイバイ。最高くらい、こっち見てよ、どうぞ。はい、立ち入れてこない、行きます。こうなってしまうことは本当は最初から分かってきていた。
全部君のせいだ。10月無口な君を忘れるでした。ありがとうございました。はい、リクエストくださってありがとうございました。はい、キューってなる曲ですね。ありがとうございます。リクエストありがとうございました。ありがとうございました。たくさんパチパチありがとうございます。セリフはもうごめんなさい、セリフはもうご勘弁ください。うん、どうしても笑っちゃう。それ多分なんか、あ、どうしても笑っちゃう。はい、ありがとうございました。お芝居は頑張ればできると思うけど、元がちょっとあんまりダメなのかもしれない。はい、ヒロさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、セリフだけやり直し、やだやだ、ごめんなさい、ちょっと恥ずかしい。はい、ありがとうございます、リクエスト。はい、ありがとうございます。ごめんね、ごめんなさい、セリフはどうしてもご勘弁ください。はい、照れますよね。皆さんも行ってみてください、ぜひ一緒に。はい、照れますよ、多分すごい照れます。はい、ありがとうございます。皆さんも一緒に言いましょう、セリフ。なんか何、自分何言ってんだろうってなってくるから、はい、照れちゃう、自分を自分で客観視しちゃうから照れちゃうと。はい、ありがとうございます。セリフはすごくね、あの MV で見たらすごい素敵なんですけどね。はい、ありがとうございます。イベントの方ありがとうございます。水族館の方も先ほど40何位とかだったのに19位までありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、とありがとうございます。3位までありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、応援してくださってありがとうございます。初見です、こんばんは、ありがとうございます。山猫さんありがとうございます。そうですね、今
は52分、あと2曲歌わせていただきます。はい、のここまさんありがとうございます。あいみょんさんいいですね。愛を知るまでは、あ、最近覚えたのと愛を知るまではですね。はい、プロローグ期待です。いいですね、プロローグ。プロローグがなんかすごい噛むけど、プロローグいいですね。はい、今日はですね、早めに帰ってきたのでライブの練習をしてました。はい、ライブの練習をしたりしてました。はい、ナイスのたくさんありがとうございます。はい、よいしょ。トーク難しいですよね。皆さんに話しかけたい気持ちはすごい山々あるんですけど、皆さんがそう返せないから、すごくあのね、ここら辺がね、なんて言うんだろう、全部ジェスチャーで話すのもあれかな。はい、よし、じゃあ、どうしよう。欲望に満ちた青年団歌わせていただこうと思います。リクエストありがとうございます。ライブでは6曲歌わせていただきます。はい、はい、で何歌うって言った、あ、欲望に満ちた青年、あ、いけるかな、なんかあれサビのところ大丈夫かな、あれコードがない、あった、はい、サビそういえばいけるかな。アオクロックさんの欲望に満ちた青年だ。ちょっとサビを一回確認します。Yes, I am. でも I don't know. お金社会ないもん。あれ。もう一度光アピールテストして今度は騙されぬように。ダメだ。あれ。ダメだ。OKOKOK、 はい、高かったんだわ。はい、 OK、 そこだ、いけそう、 OK、 いける、はい、もう忘れないうちに。はい、ではワンクロックさんの欲望に満ちた青年で歌わせていただきます。てるてるてる、一度はあの光を見たんだよ、とても綺麗で、でも今思えば汚かった、あれはいわゆるバッテリー dreams、 光が眩しすぎて周りが見えずただただ日々を棒に振ってた、あの日今だから笑えるよ、それに勝つためにただ嫌なやつって、そして気がつくと真っ暗な部屋に一人ぼっちだった、終わった、もう戻れないなんて歩くのもやめた、でも I don't know, I don't know, we're not, we're not, we're not alone、 お金じゃ買えないもの手に入れて、
して今になって気づいたよ。欲望に負けた少年だ。難しい。はい、難しい。ごめんなさい、難しかった。ありがとうございます。ワンオクロックさんの欲望にした青年団でした。かっこいいですよね、この曲。ごめんなさい、ちょっとあまりだったかもしれない。ちょっとサビがつかめたけど外しちゃった。はい、なんでいつも外すんだろう。ありがとうございます。かっこいいですよね、この曲。本当に一回バンドとかで歌ってみたい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。達也さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。バーゼルキノコさん、ありがとうございます。ジロさん、ありがとうございます。デザさん、ありがとうございます。さん、ありがとうございます。スーさん、ありがとうございます。ネコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あと1分ですか。あ、ちょっと最後何か歌いたいなと思います。締めでどうしよう。はい、早いですね。はい、じゃあ先ほどリクエストありました、桑田圭介さんの明日晴れるかな、歌わせていただこうと思います。はい、あ、何度でもいいですね。あ、確実もいいですね。全部いいですね。愛を知るまでは。はい、あ、今日は明日晴れるかな歌わせていただこうと思います。いるかな。桑田圭介さんの、明日晴れるからでした。ありがとうございました。リクエストありがとうございました。ありがとうございました。はい、
すごいいい曲ですね。Oh maybe, no maybe, oh maybe。 すごい好き。はい、ドラゴンのところ、ドラゴンのところですよね。はい、同じドラゴンのところ、ありがとうございます。あ、ニーマル、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イベントに今で上げさせていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。応援してくださってありがとうございます。ありがとうございます。私も皆さんの応援に負けそうなので、応援に負けないぐらいオリジナル曲頑張って歌わせていただこうと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アイスもたくさんありがとうございます。はい、ではオリジナル曲歌わせていただきますのでよろしくお願いします。はい、たくさんリクエストありがとうございました。ここまでお時間作ってくださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではテレビ朝日さんの高津の主題歌奏で続けるから歌わせていただきます。いきます。はい、一、二、五つの声が一つになって涙が止まらなかった。不思議な経験したんだ。ああ強すぎる風に前が見えなくて、オリジナル曲、はい、テレビ朝日さんの歌活の番組の主題歌奏で続けるようでした。ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしょうか、どうでしょうかっていうか、どうでしょうか、どう、ありがとうございます。パワフルに皆さん の、 応援の熱量に負けないぐらい、最高でございまする。ありがとうございまする。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、でも元気が出ました。よかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございます。この曲 MV を YouTube にアップしていただいてますので、ぜひぜひ見ていただきたいなって思います。各種サブスクでもダウンロードしていただけますので、はい、よかったらぜひ聴いてください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では続いて私と私歌わせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。たくさん本当プレゼントありがとうございます。相手もありがとうございます。くまさん、ありがとうございます。はい。
では、私と私歌わせていただきます。賃貸さんとのコラボ、賃貸さんとのコラボで作らせていただいた、夢を追いそむです。聴いてください。いきます。私でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。賃貸さんとのコラボで作らせていただいた夢追いソング、私と私でした。ありがとうございました。はい、少しでも応援になっていたら嬉しいなと思います。たくさん聴いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、この曲素敵な MV を YouTube にアップしていただいてますので、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。あと各種サブスクでもダウンロードしていただくことができますので、朝の目覚ましとかにしてくださると嬉しいなって思います。よろしくお願いします。全然いつ聴いていただいてもね、大丈夫です。ありがとうございます。はい、あと六本木の交差点、六本木交差点の賃貸さんの大型ビジョンにも、この曲の MV 流していただいてますので、はい、また行くね。ありがとうございます。近くお立ち寄りされる機会がありましたら、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思いますね。見に行ってくださった皆さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい
はい、ありがとうございます。またこの私と私、賃貸さんの、賃貸さんのラジオのラジオ番組の、ラジオ CM として流していただくことになりました。1年間、はい、いろんな賃貸さんの番組でラジオ番組で流していただくので、はい、毎週とは限らないのですが、チェックしていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、すごくあの CM なんだけど、僕じゃなくて CM、 すごく素敵なの CM にナレーションをつけていただいてなってますので、ぜひぜひ聞いていただきたいなと。ラジオの方もね、はい、ぜひぜひラジオの方聞いていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。聞いてくださってありがとうございます。はい、すごいペラペラ喋っちゃうけど、ごめんなさい、ペラペラ喋っちゃうけど、はい、あれ、大次郎さんありがとうございます。文化さんのオリジナル曲は影響が多いです。ありがとうございます。ありがとうございます。宣伝がうまい、ありがとうございます。宣伝ちょっとずつうまくなってるかなって思います。はい、では7月23日の告知もさせていただきます。はい、7月23日あと3日後の3日後にはサンセットブルーさんのサンセットブルーでのライブが待っております。はい、直接来ていただけるチケットは予約終了してしまったのですが、もし見たいよって方いらっしゃいましたら、ぜひぜひツイキャスの配信の方を見ていただけると嬉しいです。チケットをご購入いただくと見ていただくことができますので、よかったら、はい、私の SNS やサンセットブルーさん、ちょっとお手数ですが調べていただいて、お手数ですが、ご購入いただけたら嬉しいなって思います。たくさんのチケットのご購入ありがとうございます。直接来ていただける方、当日お会いできるの楽しみにしております。気をつけてね、来てください。最中には皆さん気をつけて、はい、配信で見てくださる皆さんも同じですので、場所というか時間、全然リアルタイムじゃなくてもツイキャスの方1週間見れますので、はい、一緒に同じぐらい楽しんでいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、よし、はい、はい、そう、グータッチになりますよね。握手とかは今のご時世できないからグータッチになりますよね。ぜひぜひね、ありがとうございます。はい、では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 、あと、そう、あとは、はい、8月8日日曜日、8月8日日曜日、手羽先サミットというイベントに、参加させていただきます。はい、参戦させていただきます。場所は久屋大通り公園です。もしご都合よろしかったら、17時30分から45分の間、15分間出演させていただきますので、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、手羽先もたくさん食べれますので、よかったら、はい、手羽先15分だと2曲ぐらいになると思います。2曲、はい、入場は無料です。入場料は大丈夫です。はい、ただ手羽先は無料ではないです。有料ですよ、手羽先は。はい、はい、以上宣伝でした。聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、そう、あれ、言い切ったかな、切ったかな、はい、OK、OK、いきます。では最後オリジナル曲歌わせていただいて終わろうと思います。大丈夫だよね。大丈夫ですね。はい、そう、名古屋飯もいろいろあります。来ていただけると嬉しいです。ただ難しいと思いますので、無理はしないで
ください。はい、ありがとうございます。イベントの方ありがとうございます。たくさん応援してくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、全部行くよ。ありがとうございます。待ちしておりますね、来ていただける方。はい、じゃ最後どうしましょう。ピエ君もまだ夏バテしてますね、こんな格好になってる。はい、ありがとうございます。最近じゃあ片思いの歌、今日は歌わせていただこうと思います。リクエストありがとうございます。たくさんありがとうございます。リクエストたくさんありがとうございます。はい、じゃあ今日は片思いの歌、レジャーの曲歌わせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、たくさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。
バングさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日もここまでで終わらせていただこうと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。たくみさんありがとうございます。楽しかったって思っていただけてたら嬉しいなって思います。ありがとうございました。はい、今日もお疲れ様でした。お時間作ってくださって本当にありがとうございます。イベントの方もあの2まで上がらせていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。明日も頑張っていこう、明日も配信頑張ろうと思いますので、よかったら、来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、まずお時間作ってみてくださって本当にありがとうございます。ナイスもたくさんありがとうございます。温かいコメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんも熱中症気をつけてください。本当に暑いですからね。暑い本当に暑いね。はい、ではでは終わろうと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。ニコさんありがとうございます。ありがとうございます。バーイ。コバさんありがとうございます。ミコさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。20倍。大城さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。ではまたお楽しみに。